逃げていきます。で、絡まれてる状態の時にこのままだと結構攻めやすいんですよ。わかりますよね。壁がないんで。で、これをね、こうするんです。手のひらを相手の顔に向けて突き出します。そう。そうするとどうなるかというと、壁を感じるんです。心理的な壁を人は感じるようになります。それだけで、やりにくい雰囲気が出ます。この雰囲気が大事なんです。あ、この人ちょっとやりにくいなって思わせるのがすごく大事です。この状態で何するかというと、攻撃するんじゃないですよ。話しかけるんです。ママ、落ち着いてください。どうされたんですかとか、いろいろ声をかけていきます。で、相手何言ってるかよく聞いてあげてください。聞いてあげながら、フレンド対してちょっと対応してあげながら、気持ちを落ち着かせるっていうのが現実的です。わかりました？何かするとかじゃないんですよ。ごめんなさい。それはもう注意します。もう本当申し訳ありません。って形で、声をかけて、もしかしたら、ただストレスでイライラしてるだけの可能性もあるんですね。結構ストレスが多いんですよ。喧嘩になることって。なので、声をかけながら落ち着かせるっていうことも、大事かと思いますね。第一段階ですよ。第一段階、まず声をかけて落ち着かせる。これでもしそのまま収まったら最高ですよね。なので、必ずまずこういうふうに手を突き出してください。これで、いざとなったらガードになるんですよ。この手が。なので、このような感じです。ファイティングポーズ絶対しないからね。いいですか？これも戦うという意思表示なんで、こういう感じで間を落ち着かせてください。これは第一段階になります。で、これどうするかというと、この状態で攻撃してきたら、これで手を突き出します。こんな感じで、バンと一緒に手を突き出します。これだけで、掴んできた時、あるいは殴ってきた時の自分の顔を守ることができます。で、一瞬相手が下がったら、すぐ立ち上がって、このように腕を押さえるんですね。パッと。はい。ここが重要なところなんですけども、これね、肘を制している状態、武道でいうところの肘を制するという状態です。これは相手の力がなかなか入りづらい状態を作っているんですね。で、これを、ここまでを持ってくれると理想です。100% じゃないですよ、言っておく、これは。100% じゃないですけど、ここまでできたらかなり回避できるようになります。で、掴む場所なんですけども、肘関節ではなくて、ちょうどこの自分のチョップのところが、肘関節に触れてる位置。で、ちょっとね、上なんですね。上腕二頭筋というところがありますね。それの下あたりをこう触れるといいです。そうすると、腕を曲げても、そんなに影響を受けません。肘関節はね、腕曲げられると全然使えなくなっちゃうんですよ。なので、ちょうどこのチョップが肘関節に当てるところで、ここで押さえて、押してください。ここでまたさらに話をしてください。いいですか？何も攻撃しないでだよ。ここで何か変なことしたらダメなんですよ。もっと大きな話、大きな、争うことになっちゃうんで、ここで押してください。大丈夫ですか？って言いながら、落ち着かせて、ここで落ち着いたら、結構あるんです、これって。結構落ち着くんです、これ。割と。ここで落ち着いて、もう相手もね、嫌なんですよ、本当は。殴り合いとか嫌なので、落ち着かせてください。そうすると、そこで収束することありますので、ここでまた第2段階も落ち着かせるっていうのが大事だそうです。これで暴れるようになったら、第3者、誰か助けてください。あなたちょっと助けてください。第3者と一緒にこんな感じで押さえてください。で、その間に、例えば、誰かに、あなた、非常通報通知ボタンを押してください、とか、SOS ボタンを押してください。押してもらいます。っていう感じでやってください。これが理想ですよ。理想ではありますけども、一応こういう方法があります。なので、まず方法論として、落ち着かせる第一段階で、この状態で話しかける。ママ押してください。どうしたんですか？大丈夫ですか？話しかける。ここで収まれば OK。それがなお、やばい状態。攻撃してたら、突き出しながら、立ち上がってすぐこう押さえます。まあ、どうしたんですか？これでなお、これを落ち着けばいいんですけど、これもなお、もし暴れたら、第三者の人に入ってもらって、お兄さん、っていう形までなります。例えば、うちの、会員さんでも、喧嘩を仲裁する人も結構いらっしゃって、で、例えば押していって、で、僕は座る体勢になっちゃったっていう人があるんですね。で、座ると意外と、なんかこう、気持ちが落ち着くらしくて、そこで喧嘩が収まったって結構あります。座らせると結構大事になります。なので、もし行けたら、誰もいなかったら、なんですけども、押し込んでて座らせるという手もあるかと思います。あとは、男性だったら手伝ってもらったりとかしながら押さえるというのもあるかと思います。で、今ね、皆さんいくつか経験しましたけど、おそらく初めての経験だと思うんですよ。で、こういう非日常体験ってなかなか実際ないと思います。おそらく一生のうちに一度あるかないかだと思うんですけども、これを経験することとても大事で、
で護身術というのは要するにこういう非日常を日常にしてしまう、あるいは、想定外を想定内にしてしまうというのが護身術の目的なんですね。そうするだけで、パニックを抑えることができます。ここが重要なところになります。今日皆さんいろいろやりましたけどね、まあ、もちろんこれがすぐ使えるわけではないんですよ。もちろん一回やっただけではなかなか使えないんですけども、ただ知らないで知った方がいいし、あるいはこれを経験することでいつになったら、あ、そういえばこういうことをできる練習したよねっていうことで冷静に、冷静というかね、ある程度判断できるところまでできるようになります。そういった意味で今日はね、そういう、まあ、非日常を日常するというつもりで参加していただきたいと思います。で、刃物を持った犯罪者と遭遇したらなんですけども、まあ、最初はね、迷わず回避する。これはもう当然のことになります。まあ、釣り具シンスでも、実際に刃物で戦う技術はありますが、基本は何もない状態、何も持ってない状態、かつもう逃げられないとか、あるいはその誰か家族を守らなければいけないとかで、そういった状況で仕方なく一時的に使うのが、この対刃物の技術になります。現実は切られます。実際に。私も結構怪我します、やっぱり。怪我してます。それはもう切られちゃうんですね、訓練しても。なんですけども、だからこそ、あの、なんですかね、あの、こういった技術を使うのではなくて、もうそういう状況になったら逃げるというのを覚えていただきたいですね。で、迷わず回避する、迷わず逃げる、別の車両に移動すると書いております。はい、これがとても大事です。迷わずが意外とできないんです。実際は。見たときに、固まっちゃうんですよ、みんな。あ、どうしよう。どうすればいいのってなっちゃうんです。これが、あの、いわゆるその頭をフリーズした状態なんです。逃げればいいんですよね。それができない。ということで、今からやるのは刃物を持った人が現れたら逃げるという練習をします。すごいシンプルですよね。でもこれを体で覚えてください。知識でもなく体でしっかり覚えてもらいます。でもし余裕がありましたら非常通報装置のボタンを押すです。これはその場で押しても構いませんけども、とてもそんな余裕がなければ別車両で押してもらうという形になります。まずは逃げるです。簡単ですね。あの、向こうに行けないことって結構あるので、その時にバーッと来られた時に自分を守れないんですよ。なのでこういう感じになると、いざとなったらこれで、まあ、守りやすくなります。完全に守れるとは言わないですよ。守りやすくなりますので、そういった意味でバックをうまく使っていただきたいんですね。そのためにもこういう感じで逃げていただきたいんです。そうですね、はい、どうぞ行きましょう。はい、どうぞ行きましょう。そうですね、はい、壁を作っていきます。壁を、はい、壁を作っていきます。そうですね、はい、来た時バックを使って逃げるときに実は襲われたらどうするかです。言っときます、かなり厳しいです。現実はかなり厳しいんですけども、何もないよりはマシだと思ってくださいという形でやっていきます。で、例えばこう逃げたときも、もうすでに襲いかかってきたら、こうやって、あ、ちょっと横を見て、この感じで肘を押さえてください。こんな感じです。こんな感じで、これかなりやるぞ。この辺で刃物なんで、なんですけども、このまま頑張って、あ、誰か助けてくださいでもいいです。あるいは余裕がある方はちょっと外したいとかということもできます。余裕がある人はね、余裕はないですよ、実際はね。なので、まあ、訓練されてくるとだんだんできるようになるんですけども、これは、ね、肘を制する、先ほどこの押さえるってやったじゃないですか、これ全部同じなんですよ。相手の刺していたら思いっきり突っ走って、こういう感じで、わー、怖っ怖っ怖っって言いながら押さえるんです。これ一瞬動けなくなります、結構。あと上から例えば襲ってきた場合は、一緒です、肘を押さえる、このまま押し込んでいきます、っていう方法があります。これも、はい、あの、一時しのぎにはなりますけども、あの、一瞬自分の身を守ることができますので、これを今から皆さんで、訓練していきましょう。まあ、女性もね、力が、男性と比べて自分の方が弱いから使えないんじゃないかと思うかもしれませんけども、さっきのこの押さえるという形が実は、あの、筋肉で押さえるというか骨で押さえている感じなんですね。だから強くなるんです。だから結構女性もしっかりと訓練をすれば、男性の力に対してある程度対抗することができるようになりますので、まあ、そういった意味で自分の身を守るためだと思って、一応知識として、学んでいただきたいと思います。これを支えてもそのまま行きます。行ってない、そうそうそう、何か歩いてください。そうです、あ、そう、そしてグーッと押してください。そうそう、バック、
バックはですね、これで覚えたからで 100% 身を守れるわけではないので、あくまでも。ただ何も知らないよりは、知ってただけでも、知るだけでも、もしかしたら自分の位置を守れるかもしれないということで、ぜひね、これもしっかりと覚えていただくと思います。だから、普段の持ち物もちょっと意識すると、本当はいいんですよね。大きめの、男性は特に男性、いざとなった時に大きめのものを持っているとかっていうふうに考えると、ちょっと使えるのかなというふうになりますんでね。やっぱ精神的にすでにもう異常な状態です。でこういう時でアドレナリンすごい出てるんですよ。もう少々の痛みが効かないです。打撃も効かないです。そういう時なかなか、だからこれで叩かれようが実際耐えられます。なのでどういうふうに使うかというと、こいつやりにくいな、手ごわいなと思わせる戦法です。これが一番大事なんです。倒そうとするとどうしても踏み込んでしまいますので、そうするとね、刃物と条件が変わらなくなってくるんですよ。ちょっともう刺される可能性非常に高いということで、できればこういう戦法でやってくださいね。威嚇して手強い相手だと思わせるということですね。考え方として、まず構えがあります。で構え、これ剣術の構えを応用してるんですけども、このように構えます。でこの先端が相手の目、伸ばしたら目に当たる角度で構えます。こんな感じですね。でさらに揺らします。これなぜかというと、行くぞ行くぞっていうのを勢いを感じさせるためです。それだけで、まず相手からすると近づきにくくなります。そういう雰囲気が出るんですね。これだけでもしかしたら攻撃してこないかもしれません。なので、構えでこういう感じです。こんな感じです。まずこれで威嚇をします。で、ここで、なおもし接近する素振りを見せた瞬間、乗り移って、これです。で、また離れます。これだけです。はい。思いっきり振ります。バッ。で、目をつきます。そのまま攻めてください。バーッと。たまらず相手後ろに下がります。でそこから先倒すじゃないです、離れるんです。また膠着状態を作るっていうのが目的になります。いいですか。決して倒そうと思えない、もう傘で勝てませんから。なので考え方としては、まず威嚇をする、近づいた瞬間思いっきり振ってついて、また離れる、またこんな感じ。そうするとこれ4度も5度も繰り返しません。まずこいつやりにくいなと思ったらその場から立ち去ります。大体なのでこの傘の戦法ですね、間合いを保つと言います、距離を保つと言います。こういう方法をちょっと身につけていただきたいと思います。ちょっと女性の場合筋力いるかもしれませんので、両手でも構いません、痛くないからね。こういう感じで。ということで、傘を使った、護身術を今からちょっと皆さんで練習をしていきましょう。あとですね、こういう使い方もあります。こんな感じにして、思いっきり顔をついて押し込んでそのまま逃げるという方法もあります。一時しのぎではありますけども、結構この傘のこの部分が役に立ってくれますんでね。いざとなればこのように開いた状態で相手の顔の方に向けて押し込んでいきます。ぐーっと押し込んでいきながらそのままエスケープですね。結構これだけでも一瞬隙を作ることができますので、こういった使い方もぜひ覚えていただきたいと思います。こう構えます。これで近づいたらこんな感じ、こんな感じ、あ、突き込んでる。こんな感じでやることで結構手強い感じになります。壁を感じさせつつ相手が接近してきたら顔を狙ってこう小さくします。これで結構やりにくい雰囲気出ますよね。そうすると接近できなくなるし、こいつやりにくいなって思ってくれればラッキー。こういう風にして、縦にして戦うという、こういう混合技もあるということだけ覚えてください。いざとなればもう握られない、あ、ダメだ、人が詰まってる、その場合にもやるしかないという形でこういった形という形ですね。開いた状態で、逃げる時にもうここ人が詰まっちゃってて、ちょっとなかなか通れなかった場合、どうですかというと、こういう状態で、こんな感じで応戦するという方法があります。こういう感じですね。そうすると、そう簡単に前に出れなくなる。こんな感じです。そこから時間を稼ぎながら、ここに逃げる。こんな感じです。っていう、いざとなれば、こういう使い方もできますので、はい、これもぜひ覚えていただきたいと思います。はい、傘壊れますね。はい、いかがだったでしょうか。今回、いくつかですね、対応法を紹介させていただきましたが、あくまでもこれ最善というわけではなくて、他にもいろんな方法があるかと思います。
今回の動画をきっかけにですね、ぜひいろいろと考えていただきたいと思います。また、できればですね、最初の方で紹介しました電車に乗った時、乗車した時の注意点、これをしっかりと習慣化していただければですね、実際に事件に遭遇する機会はかなり減るかと思いますので、どうかですね、この辺をですね、しっかりと見ていただきながら、ご自分のものにしていただきたいと思います。最後までご視聴本当にありがとうございました。